この記事は、失踪した記事作成者の PC の隠し属性フォルダから発見された手記である。当局は、記事作成者の情報提供を呼びかけるため、クトゥルフ神話、ラブクラフト、と題された手記を公開したが、現在に至るも有力な情報は得られておらず、記事作成者にまつわるあられもない噂だけが、寄せられるにとどまっている。概要。オーガスト・ダーレスとは、米国の怪奇小説家であり、編集者であり、著名なシャーロキアンでもある。その最大の功績は、出版社アーカムハウスを創設し、コズミックホラーと呼ばれるジャンルを確立。同社から、多くのホラー小説家を輩出し、支持したラブクラフトの作品を世に知らしめたことにある。その中で、クトゥルフ神話を現在のような形に定着させていった。クトゥルフ神話を題材としたものとしては、多くの商品と、連作、英語の探求、シリーズが挙げられる。また、ラブクラフトが残したメモや作品をもとに、ラブクラフト&ダーレス名義で出版された作品も複数ある。シャーロック、ホームズのファンとしても有名であり、そのパロディであり、オマージュである作品、ソーラーポンズ、は、高い評価を得ている。略歴。彼の師であるラブクラフトは、旧支配者の末裔を自称したが、ダーレスも、それに倣った、祖先であるダレット伯爵に、紫色経典に、なる魔導書を記させ、自著に登場させている。彼自身の青年は1909年で、アメリカ北部ウィスコンシン州のソークスシティで生まれた。デビュー作は、コウモリ鐘楼、で、ラブクラフトが寄稿していた、ウィアード、テイルズ、史上で発表された。後に、生前に相応の評価を得られなかった、と、少なくともダーレスは考えた。し、ラブクラフトの作品を世に出し、相応の評価を与えようと、出版社アーカムハウスを創設した。現在、ラブクラフトの残した影響を考えれば、ダーレスの考えは間違っていなかったと言っていいだろう。1971年に没するが、その翌年、彼の功績を評価する形で英国幻想文学協会が、オーガスト・ダーレス賞を制定。ただし、これは怪奇小説家としての評価ではなく、シャーロキアンとしての活動が評価されたものである。人物。個人的な評価をさせていただければ、編集、企画者として非常に有能である。ニーズをよく理解し、それに見合ったものを提供するという商業作家としては非常に高い能力を持っていたようだ。さらに、二次創作における想像力は非凡なものであり、良くも悪くも、ラブクラフトや、シャーロック、ホームズの、熱烈なファンで、その作品を愛していたことは疑いようもない。彼に見出されたり、彼の下で修行を積んでホラー作家として大成した作家もおり、その人柄や熱意を高く評価する著名人も多かったという。クトゥルフ神話に関する講材。クトゥルフ神話に関する限り、彼の評価は真っ二つに割れることが珍しくない。その功績は、前述の通りうずもれてしまう可能性のあったラブクラフトの作品を世に知らしめたこと。罪は、ラブクラフトの解釈に独自の理論、単純な全額二元論や四元素説を取り入れたこと、及び、アーカムハウスの設立によってクトゥルフ神話を自己の管理下に収めようとしたことである。ただ、この二つに関しては誤解も大きいと言わざるを得ない。全額二元論はダーレスのみならず、ラブクラフトも関わっていた内容であるし、その他の設定群もクトゥルフ作品を書いた作家たちの影響力も大きい。そもそも、クトゥルフ神話はラブクラフトだけ出始めたものではなく、作家仲間や友人たちとあれやこれやとお互いの作品を批評しながら面白そうな要素を共有して描かれた作品であり、実際にクトゥルフ作品群には単純なコズミックホラーとは趣の違う作品も多い。アーカムハウスに関しては、当時ラブクラフトの死と共に消えゆく運命だったクトゥルフ作品を盛り上げるための出版社である。このため、ダーレスはクトゥルフ作品に関して公平に接した。たとえ自分の作品に対する批判であろうと、分け隔てなく出版していたのだ。自己の管理下に収めようとしたなんてことはなく、クトゥルフ作品を書くならアーカムハウスに話を通してね、程度であったし、アーカムハウス以外の作家が書いた作品を見つけても、別に一度ぐらいいいじゃない、と静観してた。彼個人への評価は様々にあるだろうが、今日、日本のみならず海外でも自由な作風のクトゥルフ作品が生み出される土壌を作った、偉大な人物であるのは疑いようもない。